1961年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター国松明、2番レフト高林恒雄、3番ファースト王貞治、4番サード長嶋茂雄。長嶋は3年連続の首位打者、4年連続となる最多安打のタイトルに加え、本塁打王も獲得、MVP に選ばれました。5番ライト坂崎和彦、6番キャッチャー森雅彦、7番ショート広岡達郎、8番セカンド藤本慎。この年はキャッチャーの森とサードの長嶋がベストナインに選ばれました。